異次元に迷い込んだ僕たち、今、危なしの新たな物語が始まる。まるまるまる。この上ラジオはマツダ一家。 中に集まっているアーティストたちが週替わりでお送りするラジオですまる <laughs>、はい、いやよく言えたねました <laughs> ちなみにこの松田さんとは <laughs>、はい、今回はえー、とね、うん、動物に好かれます雪下手は動物に好かれません <laughs> そうなのよある特定の動物は特にダメねオカメインコなんてものすごいのけぞって逃げられるのよのけぞってなんでかしらね,、うん、ねえあなたの 松田さんはその現場を目撃したんだよね僕この間聞いたよやっぱりあのすごい逃げてましたかどうですかあ、めっちゃうなびいていらっしゃるすごい動いていらっしゃるそうね、あの見せだからね、わざわざねほらって言ってびっくりしてたのよ松田さん最初ねそんなに逃げてたでもね、カズラ鳥の気持ちがわかるって逃げるのは雪下手が怖いからだよなに人呼びさすんじゃないわよ ないわまったくあんたは本当に変わんないわねいい今日は特別な回なのよわかってんのあ,あ神楽の誕生日かなあ雪消しなんかくれー,ー <laughs> 思い起こせば<う>不思議な霧に巻かれて、うん、毎月ここへ迷い込んでからだいたい1年が経つんだね、うん、そうなのよ、うん、今回は記念すべき1周年あだいたいねおめでたいわおめたいあめでたいのかあ,あめでた めでてなったらめでてーなーちょっとカグラだからあんたは何がめでたいのか分かってんのカグラの誕生日かなかあ、あれカグラの誕生日は来月あ来月もだったかなあれ再来月もあ,あんたは1年経ってもちょっと変わらないわねやだ雪消し照れるカグラ照れるななんか そんな一年経っても変わらないあんたにはこの贈り物をあげるわもくれはいかぐらお誕生日おめでとうはーいもくれありがとうああうわーないかぐらこれやられたことあるよ <laughs> <うお> <laughs> はいじゃあこの中から好きなのを選んでね今回はおめでたい回だから特別に三枚選んでいいよよかったね ちなみにね、うん、あのその三角のやつは、うん、三角のやつね。三角のやつが、うん、えっと、うん、今回、うん、神楽の言わせたい言葉で送られてきたやつだから、それは確実に選んでください。はい。

そうそうそう。あ、えっと言わせたい単語のカグラに言わせたい単語のコーナーに応募いただいてて、はいラジオネームをよげたこやきくんさんからいただいてます。ありがとうございます。で今回はえっと三つ選んでいいことにしてるから、僕の考えたやつも入ってます。あ嬉しいわね私もクレンの選んだの。ありがとう。久々に好きなんだよ。嬉しそったんだよね。楽しみだわ。 じゃあまずえ雪消し喋りないとラジオネームおよげたこやきくんさんからいただいたかぐらに言わせたい単語ですはいありがとうございますはいまず一言目はい仕事しろ仕事しろ仕事しろ言えてなかったね雪消しろまあ雪消しが言うんじゃないからそうね私が言うんじゃないからカモがカメはかまないから今日偉いカモ今日えいカモね偉いカモねはいで二言目いきますはいそれは無理だ

仕事しろそれはは無理だい、どうぞすごいねこれだけこれだけその二言に関連させて書いたやつなんだよ私ちょっとほかの紹介してあげてください他にはねこれ永遠にそれは無理だ永遠に松の働く気ないね、これ

だからこカグラ行っていいのかな確かに金はあるあるのかな本当に何をお金と勘違いしてこんなこと言ってるかわからない私は行きでしそそれは無理だ金はあるなんかやだ面白い面白いわぐーたらだぐらいーたら働かなくていいわよこれほんだねぐーたらよこれなんかすごいということで頑張ってください頑張ってください金はある 感じだわいい感じだね感じだわ感じはいじゃあえっとね僕のコーナーにも今回踏みきましたあ何かしら今回はラジオネームおよげたこやきくんさんからいただきましたはいありがとうございますいつもありがとうございます私らえっとモクに来たコーナーは語尾につけたいシリーズだね来たわね今回はえへと言ってほしいですだってそれは無理だモクレンもじゃあ語尾にそれをつけてえへねじゃあかい感じではいえへ

そういう時にうまく使うのさあんたでね今回はカグラのと僕のには来たんだけれどもははいいあそういえば私のコーナーにふみはないのかしら流れてこなかったんだよあらーしがたらまあうるさいわよ何が仕事しろよまあ悩みがねないに越したことはないわねまあたまにはねこんな日があってもいいんじゃないかしらねでもその代わり質問が届いてるよあら読んでちょうだい読んでちょうだいはいラジオネーム泳げたこやきくんさんからですはいもういっぱいありがとう

髪が切ったしょうがないわはだ髪はあるはい、はい、えー、はい、続きは、はい、続きいます、はい、えー、大変嬉しく思います、はい、至る所で活躍してて大変嬉しく思いますこれからも頑張ってくださいあやなしの皆さんに質問がありますよろしいでしょうかはい金、はい、はあるズバリ男性のどういう仕草にドキッとするのか聞きたいですよろしくお願いしますだってん それは無理だ。うん、ドキッとする仕草ね。いちいち松田さんがツボに入られるわうん、え、なに、男性のドキッとする仕草。ええ、そう。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。僕ね、やってみたいことがあるんだ。一周年記念ってことでどうかな。ええ、別にいいけど。何するのかしら。あのね、パジャマパーティーでガールズトークだよ。それは、何の呪文かしら。ああ、えっと、つまり。 ななんて言ったらいいのか寝巻きかなパジャマってそうだね例えば就寝前に布団の上で女の子同士が語らい合うことかなあんとなく分かったわしら女の子同士だから本音をさらけ出せるんだよね金はあるそうだからそれをさっきの質問をそれっぽくやろうよってことなんだけどじゃあまずは雪景色からあえっとドキッとする仕草よねそうね私は うん腕まくりかしらねえねえもっえいはいかか軽くええわ私は腕まくりかなあいいじゃんいいじゃん仕方が隠れてるところが見えるっていうのがいいねチラリズムだねあと穴ここの襟元のあたりがちょっちらって見るとフーってなるわねタネはねフーってなるわねえま目連は僕はね格差もいってやつかな格差 え何しかも燃えちゃうの<は>危ないわどこにドキッとしちゃうのあ<れ>危険だからドキドキしちゃうのかしらもうくれんそういうドキドキじゃないんだぞああごめんそうだね <laughs> ああ僕のセリフを漢字とかで起こせばよかったかね、うん、ん何なんなんか今大事故が起きたなそう僕ギャップ燃えって言いたかったんだけど雪消し用に日本語に直したのがあだとなったようだギャップ燃え ギャップ萌えて誰かしらあ、えっとね、なんか人の名前っぽくなって違うんだなとつまり、あのなんかこう、怖い感じの人がなんか意外に優しかったみたいななんかそういうの格差って言ったりしないかな意外なこ意外性、意外性そう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 いうことねあ、やっとわかったわうん、そういうことでいきましょうなるほどはいなるほどね、じゃあカグにもう聞こっかはい、あの一応札解除してあげるからねわー

何そうちょっとカグラの喋り方何受ける？<ん> <laughs> だって思ってることが口に出てる。うんいいよーあ,あ別にいいのね。<laughs> ああうん全然いいよ。どうしたんだろうああああ。というわけみたいだから、うんああカが好きなそこのあなた、えー、今度のライブにはほっかむりをしてくるといいわ。うん。漏れなくカグラがドキッとする。<ん>あうん、うん、強そうって思うらしいわよ。ん<ー>うん。 オッケー。オッケー。どうでもいいね。あ、うん、そうね。あ、まあ、こんな感じで、よか、った、よかったのかじゃ、これ。そうだね。うん、金はある。こんな感じで。泳げたこ焼きくんさん。うん、満足して、いただけた、かしら。あ、もぐれも満足した?。うん。え、お。あ、はいはいはい。かぐらお知らせする。はい。えっと。 今度の10月28日に千葉の行徳ってところである行徳祭りに出演するからみんな見に来てね、うん、無料だよよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、えー、ここでもう一つ宣伝よ、はあえー、もうご存知の方もいるかしら私たち綾那氏とラジオのパーソナリティを務める他4組が一つのユニットになるわよわーその名もドリームパフォーマンスキャラクターズ えー、定築さんより9月26日発売のコンピレーションアルバム「次世代アイドル革命ブルーリップスに収録されている「ワンステップをみんなで歌っているわ聴いてくれたかしらしかもこの CD には、えー、シリアルナンバー入りの投票券が入っているわ、うんえー、投票期間は2012年9月26日から2013年1月31日までよ。期間内に投票数が 4, あ、ごめんなさい、期間内に投票数が4,649票、えー、つまり養老しく票に達すると、んなんと,なんと配信限定シングルうん、うん 新曲と PV ねがプレゼントされるらしいのよよろしくこの曲が気に入ったらぜひ応援してくださいなこの二つについてはあらやなしのホームページに詳しく載ってるから見てね僕も宣伝いいかな僕にそっくりな杉原ゆきちゃんがなんかおかしいな杉原ゆきちゃんが舞台に出演するんだっておーすごいねめでてー コント山口くんと武田くんの江戸前寄せボリュームセブン。江戸前寄せ拡大版平成オペレッタに出演します。日時は十一月六日の火曜日。夜の七時から下北沢ってところの劇っていう衝撃場でやります。劇っていう衝撃場。そう、劇っていう衝撃場。そう ねゆきちゃんの個人ブログで詳細はチェックしてください。え <laughs> え、みんな来てね。ねえ、よろしくお願いします。おますえー、お知らせはこんな感じかしらね。うん、もっと詳しく知りたい人は、あやなしのホームページをぜひ見てちょうだい。ふみも待ってるわよ。いろ、うん、いろどるって漢字一文字で書いて、ああ、いろどるって漢字一文字で書いて。その後にひらがなで、あやなしって入れると出てくるわよ。 はい。すべ、はい、ての宛先は、m-a-t-u-d-a-i-k-k-a ハイフンアットマーク、a-t-o-s-u-t-a.com ドット、松田ハイフ -i、K K A A T o S U T

仕方しろそれは無理だ、金は… <laughs> やだー、<laughs> 今日はそんな感じでお送りいしました傲慢,傲慢の方がよっぽど難しいわよ本当 <laughs> だね、モクレに教えてもらった <laughs> モクレに教えてもらった <laughs> モクレンが傲慢って言葉を書く内容あ、霧が,が,が出てきたね <laughs> あああじゃあ流れる輪廻でお会いしましょうあやなしでした